モーガントンはアメリカ合衆国ノースカロライナ州の西部バーク軍の都市であり、同軍の軍庁所在地でもある。2010年国勢調査での人口は16,918人だった。モーガントンは地元ではユニフォーと呼ばれるひっこり入れのアモーガントン大都市圏の主要都市の一つである。市の北5マイルにミシシッピ文化のジョアラと呼ばれる。 主張国が1400年から1600年にこの地域を占有していたとされてきた。そこは1567年にスペインの遠征隊がサンフアントリデを建設した場所でもあり、バージニアのジェームズタウンにイングランド人が開拓地を築いたその40年も前のことであり、北アメリカ内陸部では初のヨーロッパ人による開拓地とされている。 現在のアメリカ合衆国で最古として知られるヨーロッパ人の内陸開拓地、すなわちサンフアントリではジョアラにあったとされ、そこは現在のモーガントンからは北に約5マイルにあったミシシッピ文明の主張国があった場所とされる。1567年、スペインの遠征隊がメキシコの銀行山に至る内陸の道を求めていた。時にそこに砦を築いた。北、アメリカでは、 最初の高級的な開拓地となるバージニアのジェームズタウンにイングランド人が入植した時よりも40年以上前のことだった。スペイン遠征隊は砦り出に31人を守備兵として残していたが18ヶ月後にミシシッピ文明人の攻撃に敗れた。同じ頃にスペインが内陸の広大な地域に建設していたいつの砦も破壊された。 兵士のうち一人のみが生き残った。その砦とインディアンの開拓地は21世紀初期から専門家による発掘を受けており、2004年から初見が出版されてきた。イギリス植民地と関わったヨーロッパ人がここほど遥か西に離れた地まで入ろうとしたのは、砦が破壊されてから200年以上経った1777年、バーク軍を組織化した時だった。今日のジョアラは、 葛藤がバレー上流のウォーターシー川に近い考古学的にも歴史的にも重要な遺跡となっている。そこにあるマウンドの建設は西暦1000年までにミシシッピ文明人が初めていたと考えられている。彼らは1400年から1600年まで連続的にこの地を占有してきた。ベリーサイトで進められた考古学発掘ではヨーロッパのやり方で建設された。 防御用彫りの名残が出てきており、それに基づき2013年の研究者は、そこが、サンフアントリゲとジョアラのあった場所だと結論付けた。この地域で過去に発見された証拠には、軍事的人口物とスペイン人が建てた小屋の焼け跡があった。ノースカロライナ州老学校本館や、西ノースカロライナ州精神病院といった公共の福祉施設が、19世紀の南北戦争後に、 初めて衆議会から承認された。20世紀初期、アメリカ合衆国北東部の北軍が支配した地域が残した産業として、ピードモント地域に繊維工業が発展した。しかし、20世紀を通じてこの産業の仕事も次第に海外に移されていった。20世紀後半、モーガントントンとバーク軍は、ほとんど田園部であり、大規模な養鶏農場があったが、 商業生産を行える鶏肉加工工場ができた。この仕事で地域に中央アメリカからの多くの新移民を引き寄せ、ラテン系人口が増加した。1990年代、モーガントンのグアテマラ生まれの労働者がケースファーム鶏肉工場で労働組合を組織するために動いたが、結局成功しなかった。労働者と工場労働は新南部で変化し、 多くのラテン系移民が低賃金で働くことになった。産業によっては地球規模での競合となった。ノースカロライナ州は移民社会とその貢献を奨励するために動いている。シンスロン工場の爆発2006年1月31日、モーガントンにある塗料添加物化学品メーカーのシンスロンインクの工場で爆発が起こった。 この爆発が起こる数分前にシンスロンの労働者は大きな収集音を聞いていたとされる。多くの労働者は爆発が起きる前に工場の建物から逃げ出すことができたが外に出たものですら20フィートも飛ばされた。この爆発は50マイル離れた地点でも聞こえ振動が感じられた。爆発の当日、操業は通常通りだったが蒸気が止まりポリマー気爆溶液が 反応容器にポンプで送り込まれた。当直オペレーターは当初予測されていたように反応が活発に進まないことに気づいたが、その後溶剤が蒸発し、反応容器に戻る濃縮された溶剤は通常の範囲にあると見えた。その数分後、オペレーターは大きな収集音を聞いて、リアクターのマンホールから蒸気が噴出するのが見えた。その刺激性の蒸気のために、オペレーターは 建物の外に出るしかなかった。その蒸気上に他に3人の従業員も建物から出た。オペレーターは保護マスクを着用して再度建物に入り、緊急冷却水を反応容器に送り始めた。そのオペレーターが2度目に建物を出てから30秒も経たないうちに建物が爆発した。アメリカ合衆国化学品安全委員会は溶剤の蒸気が加熱され、加圧となった。 反応容器から漏れ、建物の中に可燃性の蒸気の雲を形成し、それが発火したと述べた。この爆発で合計14人が負傷し、そのうち1人が後に死んだ。さらにシンスロンの工場の背後にあるクリークに漏れ出た化学品のために少なくとも300匹の魚が死んだ。そのクリークは葛藤場側に流れている。主に19世紀後半から20世紀初期の 建設とされ、その歴史的重要性を認識されている建築がある。修立老学校など、公共の施設、多くの支度と以前は、事業用の施設、さらにはいくつかの歴史地区がある。まず、小坂実り、さらに後にはプランテーションを経営した、面課のオフによって、地域で開発され、それが、面紙や繊維の工場、さらに他の業種に発展していったものである。 市内のアメリカ合衆国国家歴史登録材としては、次のものがある。モーガントンは、バーク群の中心にあり、座標は、北緯35度44分33秒、整形81度41分32秒、北緯3 5 7 4 2 5零度、整形8 1 6 9二2 2度、35.74250-81.69222である。 カト場バガーバレーに位置し、アパラチア山脈の麓にある。週刊高速道路40号線が、市の南部を通っており、東に19マイルでヒッコリー、西に54マイルでアシュビルに至る。アメリカ国道70号線が、週刊高速道路40号線に並行して、東西方向に、市の中心を抜けており、道64号線は、南北方向で、北東15マイルで、レノアに、 南西32マイルでラザフォードトン町に至る。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は19.2平方マイルであり、全て陸地である。モーガントンの村、1939年撮影以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ノースカロライナ州政府がモーガントンの大手雇用種で、ある。市内にある州が運営する施設として、 ブロートン病院、ノースカロライナ修労学校がある。その他大手雇用紙としては、家具メーカーがあり、また近くのブルーリッジ山脈という観光地に、週間高速道路40号線を使って旅する、多くの観光客に向けた食事手配事業もある。ラジオ新聞テーブルロックモーガントンの郊外15マイルにジェームズ湖があり、周りをブルーリッジ山脈が囲んでいる。 モーガントンから車で1時間程度の範囲に多くのスキー場がある。フランスの SF 作家ジュール・ベルヌの最後の小説マスター・オブ・ザ・ワールドではモーガントンが舞台になっている。ベルヌが19世紀後半に見ていたモーガントンが描かれている。街は人々が4つの方法で移動できる大きな機械を見る場所になっている。グレート・エアリーと呼ぶ。 山の上にその機械を最初に認めた。上が平たいと書かれている。地元住民の多くは、それがテーブルロックだと考えている。ありがとうございます。